はい、ディセンバーステークスということでやっていきましょう。秘密結社プロの総集ハッチでございます。こちら中山のメインですね、リステッド競争芝 1800m 戦ということで、まあ、中山のね、まあ、このコースっていうのはやや外有利にはなる、内有利にはなるんですけどね、あのなんか小回りコースでね、まあ、とはいえマイル1000ほどじゃないってことでね、まあ、5等ボックスでこう当てに行こうかなって感じですね。まずは、1番のフライライクバード、まあ、休み明けに一つ叩いて、今回、まあ、G1 の裏開催での戸崎ってあたり、まあ、一番信頼が置ける機種かなということもあってですね、入れておこうと思います。そしてですね、2番のフラーズダルム、まあ、昨日もね、メインが土曜日も内枠決着だっただけにですね、まあ、内枠なら、まあ、田辺確保っていうのも、まあ、安定としてはね、いい機種を確保できた。前走もオープン4着に来てますしね、ここでも通用しそうです。まあ、そして7番のコスタボニータ、まあ、芝戦8でもね、重賞3着がある馬ですし、まあ、冬の中山適性も期待ができる実績馬ということで入れておきたいと思います。まあ、そして9番の朝間のいたずら、前売り10番人気、まあ、長期休養明け5戦目、このあたりからね、何戦か、まあ、故障明けっていうと、まあ、復活までそんぐらいはかかる、5戦ぐらいは見ておきたいっていうのが通例との。なっているんで、そろそろ狙っておこうかなと。まあ、一発来ちゃってからでは遅いんでね、まあ、ここからしばらく紐に入れていくという感じで、まあ、このコースの適性を信じて、まあ、重賞勝ち馬ですからね、狙っておきたいと思います。まあ、そして12番のバジオー、前売り1番人気、まあ、休み明け1つ叩いて狙い頃と、まあ、1008校舎っていうこともありますし、まあ、押し出された1番人気がね、案外来る馬券法則もね、あの昔からあるんでね、まあ、そういった形で入れておいて、まあ、今回はね、これでいきたいと思います。というわけで、まあ、さて、この後、阪神競馬場に向かわなきゃいけないんでね、まあ、こんな感じで、たっとと、まあ、いつもより短めに終わらせていきます。以上、ハッチーでした。